松原澄、当年25歳。この若いお嬢さんがこの秋のモードを作る一人である。襟元、スカート、そしてタイツ、この3ヶ月の苦心の成果は、なんとも大胆なニューモードに、業者のためのショーでも注目の的。松原さんの言い分は、若い人たちっていうのはすごくね、もう変わったものっていうものに憧れてると思うんです。それで遊ぶ時にもみんなが着てないような、もう外国雑誌にあるようなものをものすごく求めてるんですよね。ですからそれに合わせるように。激しく変わる流行にマネキンは今年9回目の衣替え。しかしお客さんは、いや恥ずかしい、いや恥ずかしい、ちょっと激しいみたいだね。タイツがね、うまい。とりあえず度胸ないね、あれは。激しいもん、やっぱしない、はいね、びっくりしたね、あんなの来たら。ただ見てね、楽しむって程度ね。もう私たちには考えられない。子供たちはまたこれがいいって言ってるけれどね、ああいうのが欲しいんだって。ちょっと我々には年代がずれてるからドキッとするね。やるかせられないわ私は。普通のとこで着るんですかこんなの。とっても。しかし銀座には早速現れた。道行く人も思わず振り返る。目に恐ろしきはニューモードへの女性の執念。東京都体育館で行われた公開のファッションショーでは、なんと2万人の女性が集結。世は太平ムード、モード戦線異常ありの秋である。